はい、今回は VR チャットでの、衣装着せ替え講座をやっていきたいと思います。今回はスキニング済みでヒューマノイド設定済みの衣装を着せ替える際の簡単なやり方を解説していきたいと思います。ブレンダーのバージョンは 2.91 を使用しています。今回使うモデルに関しては京子さんの最新バージョンと、VR チャット着せ替え用衣装の振袖の最新バージョンです。で、衣装に関してはスキニング済みでヒューマノイド設定済みされていることを確認してください。ではやっていきます。まずブレンダーを開いて、新規ファイルで、このシーンの中で、一度 A を押して全選択して、まあ、ゴミを消します。次に、FBX をエクスポートしていきます。ブースでダウンロードした FBX をまず京子さんから、これが素体のフォルダですね、素体のファイルですね。こんな感じに京子さんインポートして、次に、着せ替えたい衣装をインポートします。これで、2つのインポートが終わりました。で、FBX インポートにあまり対応してないモデルとかもあって、その時にブレンドシェイプが壊れてしまうなどがあるかもしれないので、もし壊れたりした場合は、アバターによってこう修正方法があると思うので調べてやってみてください。今回は、ただ着替えの方法だけを解説していきます。ブレンダーで、まあこれクリック長押しながらこうスライドさせると非表示にしたいものを全部ずらーっと表示にすることができます。で、今回着せ替える衣装に関しては、首と手と足が最初からついているのですが、実際には素体に着せ替えたいので、この首、手、足を消していきます。この衣装に関しては、着せ替えたいパーツごとに、こうメッシュを分けてもらってるんですけど、分かれてないやつは、頑張って分けるなり消すなりしてください。消していきます。これで、首と手と足を消しました。で、衣装だけになります。で、一度衣装を非表示にして、京子さんの方をずらーっとオンにします。こんな感じかな。で、京子さんの方も、着せ替えるときにいらない衣装を先に消してしまいます。こんな感じかな。だいたい体だけに状態にしました。で、京子さんはこのまんまで、着物の表示をオンにします。で、この際に、着物のメッシュだけをシフトを押しながら全部選択してタブキーを押して編集モードに入ります。で、まず最初に、京子さんの体に合うようにスケールを変えていくのですが、このトランスフォームピボットポイントっていうのを、3D カーソルにします。これで、S キーを押すことで、スケールを変えた時の位置が 3D カーソルを中心にある程度小さくなっていきます。で、ある程度の高さまでこう合わせれたら、次は、グラブして、横の座標と Y 座標とかを合わせていきます。で、合わせるときはこの袖と手が合う状態に合わせるのがコツです。
章の着せ替えの汎用性を増すためにちょっと京子さんのシェイプキーをいじってわざと体を大きくはみ出るような形状にしますね。どれだったかな。編集モードだからか。これでまあ胸とお尻と足がはみ出るような状態になって、まあ多分大体のアバター着せ替えようとしたらこういう状況になると思うので、これの状態でやっていきます。スケールはある程度調整したので、草履から修正していきます。草履を選択した状態でタブキーを押して、まず X ミラーを有効にして、メッシュを L キーで選択します。で、グラブ X で、X 座標をなんとなく合わせます。で、3を押して、グラブ Y で、Y 座標をある程度合わせます。でこの時にちょっと小さいようだったらグラブスケールしても大丈夫かな。うん、大丈夫だね。でグラブ Y で、あ、じゃあ Z か、グラブ Z でちょっと高さを変えて、だいたい草履はこんな感じですかね。うん、そうですね。で、通りはこんな感じです。で、編集モードからオブジェクトモードに戻って、次に着物の調整をしていきます。で、ボーンがあると見づらいので、このアーマチュア001を表示にします。で、ここの足元とかを隠すために、着物を選択して、衣装が繋がってる場合は、一応全部選択しておいた方がいいかな。着物、袖、ファーを選択した状態で、編集モードに、入れてないな。こうかな。これで編集モードに入ります。で、ループ選択をして、オルトキーですね。オルトキーを押しながら、クリックでループ選択をして、このプロポーショナル編集を有効化にします。でこれでグラブすると、こんな感じに、動かせるんですけど、マウスホイールでこのプロポーショナル編集を有効にする頂点の範囲を決めることができます。で、まあ、ある程度限定させて、グラブした状態で、Y を押して、ギリギリというか、まあ、足がはみ出ない位置に調整します。次に、はみ出てる場所も、ループ選択して、グラブ、Y で、ふくらはぎが隠れる程度に、こんな感じに修正します。で、まあ、今はみ出てないですね。で、横はどうしようかな。横は、X ミラーを使って、グラブ X で少しだけ大きくする。こんな感じに。で、お尻の部分に関しては一度ワイヤーフレーム表示にして後ろから見た状態で、で見づらいので一旦尻尾と、あと尻尾と体を消して、
尻の位置っぽいところを何点か選択してあげます。今回はこの5点選択するかな。こっちマイナーちょっとから、こっちですね。1,2,3,4,5、これはまあ3点とか5点でも何でも大丈夫です。これはプロポーショナル編集するだけなので。で、選択した状態で、もう一度体を表示します。で、グラブ、Y。こんな感じですね。で、はみ出ないかを確認します。で、まだはみ出てたら、グラブ Y で。こんな感じかな。これで、足周りの調整はできました。で、次に胸の調整をしていきます。で、胸に関しては、頂点を一つだけ中心、胸に近い中心の頂点をまあ一個選択してグラブ Y で引き伸ばしちゃうかな。こんな感じ。これでとりあえずの着せ替えは OK です。着せ替えというか、メッシュのはみ出しの補正ですね。こんな感じかな。そしたら編集モードを解いてオブジェクトモードにします。で、次に、この、着物のアーマチュアを、再度表示してください。で、このアーマチュアのスケールを、編集モードにして、まず、スケールで、手の高さまで合わせます。で、グラブ Y します。で、手の位置まで合わせます。で、高さがずれてるので、また、ちょっとだけ、スケールを合わせて、こんな感じに、自分の合わせる、合わせたアバターの範囲にします。で、オブジェクトモードに戻ります。で、これだけで、ブレンダーの作業はおしまいです。じゃあ、これをエクスポートしていきます。エクスポートするときは、ファイル、エクスポート、FBX エクスポート。で、まあ、階層は、自分はここに出します。サンプル振り袖という名前で出します。で、オブジェクトで選択するのは、エンプティーとアーマチュアとメッシュ。で、スケール適用をすべて FBX にします。トランスフォームを適用しておくと、Unity 持ってた時の、回転だったか、スケールだったかが綺麗になるので適用しておきます。で、ジオメトリは何もしなくてよくて、アーマチュアを、デフォルトボーンのみのリーフボーン追加を消します。で、アニメーションベイクのチェックを外します。で、FBX エクスポート。で、ここからは、Unity での作業になります。で、あらかじめ、Unity パッケージをインポートしておいたプロジェクトに、先ほどの、FBX を入れます。その前に、もしやりたいことがあったので、ちょっと修正します。着せ替えるときに棒の名前が被ると厄介なので、この名前を、なんか、自分の好きな命名規則にのっとって修正していきます。例えば、今回は振り袖なので、FSD とかにして、
これが Unity の一番上に表示されるアーマチュアの階層なので、ここから修正します。で、こう、オブジェクトの棒の名前を、の頭文字を全部、こう。これは、やりたい人だけでいいと思いますが、これをやっておくと、Unityで着せ替えるときに、確認ミスがなくなるのですごく楽です。これ棒の名前全部こう、まあ、振り袖の FSD っていうのをつけてるんですけど、これをやったらもう一度 FBX エクスポートを先ほどと同じ手順でやります。感じかな。まあ大体 OK でしょう。ブレンドファイルはまあ保存してもしなくても、ちょっと癖でコントロール S してしまったので保存します。で FBX エクスポートで先ほどと設定が引き継がれているので、そのまま同じものをエクスポートします。ではエクスポートしたファイルをもう一度こちらに持ってきます。でアニメーションタイプをジェネリックからヒューマノイドに変更。でコンフィギュアでヘッド、前髪が勝手に顎に割り当てられるのでこれを消しておきます。で適用します。この辺のインポートセッティングは好きな設定をしてください。よし。そしたらサンプルシーンにこの FBX を配置します。こんな感じになりますね。でじゃあ着せ替えていきます。でまあこの着せ替え手順はよくあるアーマチュアにアーマチュアを入れていくっていう着せ替えなんですけども、プレハブになってしまってるので先に、反拍プレハブをしてしまいます。こうやってこの時にこう名前が被ってないんでやりやすいってだけですね、さっきの作業は。
これでハントが終わり、ショルダー L かな、あ違う、ショルダー R かな、拡張とかでやると楽なんですけど、まあこれぐらいなら手作業でたまにしかやらないので、手は OK かな。でショルダー L と R が OK になりました。で次に足ですかね。よいしょ。これで着せ替えはひとまず OK かな。試しに動かしてみましょう。で、アパレル L とかを回転させてみますか。良さそうですね。体全部動かしもちゃんとついてきてると。で、次に、マテリアルの適用をしていきます。で今回は楽をしたいので京子さんのプレハブになってるマテリアルを使っていきましょう。で、ね、ボディアルファは、こうして着物袖をとかな。でオプションファーゾーリ履き物でソックスはさっきのマテリアルだから。クロスタルファー、はい、これで着せ替え完了です。で表情とかアバターディスクリプターのやり方については、まあ、別の動画なり誰か別の他の人の参考にしてみてください。ではありがとうございました。